就任試験を受けさせない。迷ってるんだ。お前たちはどうなんだ？本人たちが望むならそうするべきだと。え、もしその厳しさにボルトたちが潰れたらどうする？はあ、別にいいじゃない。ああ、いたいた。そんなことはできない。花火聞いてよ、この浜ちゃんの話。わかります、この浜ちゃん先輩。 分かってくれるか花火。ボルト に何かあったらと思うと、私は心配で心配で。実は俺もこの浜の兄ちゃんって言われる方が嬉しいんだこれ。悪かったよこの浜の兄ちゃん。ボルトは本当に素直な子で、私と会うとお姉ちゃんお姉ちゃんってすごく甘えるんですから。 ナルト兄ちゃんから預かった大事な大事な弟なんだこれ。この浜の先輩、就任試験を受けさせたくないのってただ過保護なだけじゃない。まあこの話は今度シラフの時に。シノ先生だって私たちの味方ですよね。じゃあ飲んでください。何が？体内の虫をコントロールするため。 何？シノの虫が暴走してるだ。まったく何やってんだ。こっちは寝る間もないってのに。とにかくこれからそっちに行くってばよ。